皇太子妃の雅子さん、元の名は大和田雅子さん。さて、皇太子妃になってから名は変わったのか。皇族は名字がなく、そのまま雅子となるのではないのか。しかし、ウィキペディアによると皇太子なる人親王妃雅子となるとか。彼女は精神的病気で公に顔を出さないことが多いのは何か、カルマ的なものなのか。まず、大和田雅子で見てみると、カルマは根性には現れていません。来世には先送りしていますが、根性は難なくいけるでしょう。では、皇太子なる人親王妃雅子に代わって、運勢に変化があったのか？するとそうでもないようです。つまり、悪い数字は出ていないということです。さて、この皇太子なる人親王妃雅子という名の皇太子という部分を取ってなる人親王妃雅子で鑑定すると、そうすると、相からカルマの数字が出てきて、なるほどということになるのです。よく西洋人にミドルネームがたくさんついているのを皆さんご存知ないですか？例えば、ジョン・レノンの息子はショーン太郎・オノ・レノンと言います。4つで成り立っているわけです。もっと長い人もいるでしょうし、物知りの人は画家のピカソが長い名前を持っているのを知っているでしょう。そしてどこだか忘れましたが、どこかの国では皆長い名前を持っていて、それは悪魔に名前を知られないためとか言っていました。このようなことは人間たちが名前には力があって、名前によって運が司られていることを知っている証なのかもしれません。落語家の襲名とか、歌舞伎界の襲名というのも、先人の人気や運にあやかろうと始まったものに違いありません。そして皇族ですが、彼らも出生時からいろいろ名前が変わります。それも以上のような何らかの運勢の操作を試みているように見えます。ところで、雅子さんの名をなる人親王妃雅子と見るとどのような運勢が見えるのかというと、からその前に大和田雅子で見てみましょう。まず、彼女は男性的です。男勝りに働いてリーダーを狙うタイプです。信念が強く、人の意見を聞かない強さを持っています。賢く、霊感もあります。ただし、言葉はうまくなく、あまり饒舌ではないと見ます。上のことを検討してみると、彼女は確かにバリバリ働く才女でしたし、学歴も高い人でした。ただ、交渉術に長けていなかったであろうし、普段あまりおしゃべりではなかったろうと思われるのです。そして、なる人親王妃雅子という名での運勢は、非常に臆病になったようです。外交的には活発なはずですが、小心さが邪魔をしているようです。そして何よりカルマが表出しているので大きなパワーを持っている反面、これがカスになっているのかもしれません。また、性というのもキーワードで、あるいは彼女は男の子を産まねばならないというプレッシャーを感じているのかもしれません。というか外部の圧力があるのでしょう。それは計算ではどうにもならないことなので、特に彼女を苦しめ、精神的病気に追い詰めている可能性があると言えます。解決策はなる人親王妃雅子という継承を変えることです。皇太子の皇位継承で皇太子妃から皇后に変わるとまた運勢も変わってくるかもしれません。